おはようございます。ちょっと倒れるね。ちょっと今日ね、今さっきまでちょっと風あんましなかったんですけどね、急にちょっと今3メーターちょっと吹いたりしてます。はい、今日はこんな感じでね、2機持ってきてて、あとこちらにね、スワッシュゲインをね40にした。あ、ちょっとカメラ悪いな。ちょっと一回ちょっとこれ縦向きに撮ってるんでちょっと変えよう。はい、ちょっと撮り直しです。こちらはね、ちょっとメーカーさんの方がね、コメントをいただいたんでね、それでちょっと40にしてからちょっと、もう2週かな飛ばしてないかな、天気が悪くてね。はい、今日やっとなんとか飛ばせるような天気になったんで、で今日はねやっぱし寒いのとね祝日っていうのがあってね、なのでちょっと人数もね、自分以外に4人全員で5人ぐらいね来てます。でこの前、先週の先週かな2日前か日曜日、100均にね午後から行ったんですけどね、これいいの見つけましたよ。500円だけどね、はい、大きいバージョンみたいな、ね、こんな感じで取り外しが可能です。これでも両方ね、両方取り外しが可能でね、この中にまあいろいろとモーターやら何やら、サーブとかね、ギアとかで、こちらにも工具、入れられるようになってます。はい、でね、これのこんな感じでまあいろいろとガッチャガッチャなのに相変わらずなんですけどね、まあ予備部品ですね。そして下にね、機体が3機、入ってます。今までねちょっとねプロポケースにねもう投げ込んでたんですけどね、まあ、ちょうどいい感じの長さかな、こんな感じですね。ちょっと余裕があるって感じですね。まあ仕切りどうだろう、仕切り入れるとあれかで、ちょっとねこう微妙にね高いんですよ。高いんでね、完全にペタっていうわけじゃなくてね、少し、少しここ浮いてるんですけどね、5ミリぐらいかな。でもね、まあ、蓋は軽くね、軽く閉まるんでね、多分問題ないと思います。はい。ちゅうことで、500円の、ツール。多分、価値的には自分はこれ1000円ぐらいの価値があるんじゃないかなとちょっと思うんですけど、はい。そういうことです。じゃあちょっとこちらをね、スターターもねちょっと古くてね、もうスイッチとか錆びてたんでね、ちょっと全部バラバラにねしてからメンテナンスしました。でワンウェイはまあ大丈夫ですけどね、シャフトもね錆びてたんでね、まあちょっとペーパーでこすって黒に塗ってます。で日課どもね死んでたんでね、コネクタを変えてね、レポ仕様の4セルで回すようにします。はい、でもこちらもね、リンケージ全部やり替えてね、結構大変でした。夕べもちょっといじったんでね。はい。じゃあ、そういうことで始めましょうか。ではね、エンジンの続きをしようと思います。本当ならもう調整してから、ね、できましたっていうようにすればよかったかな。とりあえず、こっちのね、リンケージ、また一周ね、開きましたんでね。多分これぐらいで合うとは思うんですけど、ステーシ、はい、モデル OK。で、もう電池はね、両面でね、固定しました。飛んでる時にね、落ちた時に重みでね、抜けると危険なんでね、本当もう危険どころじゃないの。結構強く縛ってたんですけどね。はい、あ、そっか、あれだ、ずっと圧かかった状態のままほたってたな。そうするとね、これかぶるんだよな。でね、かぶった時はね、機体をね、マフラー側にね、倒してね、まあ、あれをね、トリムを下げて、まあ、これは OS のやり方なんですけどね、基本的には。かぶった時のね。機体をマフラー側に傾けて、そして、まあ、本当は燃料をね、その閉じてね、今、トリム触って下げたんですけどね、これでね、回してあげる。そうするとね、まあ、きついときはちょっと手で、まあ、送ってやればいいんだけどね、要はウォーターハンマーみたいな感じになるんで、
して YS の場合はエアーを圧を抜いちゃかないけないんだよな。っていうかこれ電池満タンじゃないからちょっと弱いな。多分3セルぐらいのパワーしか今ないかもしれない。あーやばいね。はい、充電しておきます。スターターのバッテリーをねちょっと無理するとね熱くなるかもしれないんで、ね、ちょっと一回ちょっとスターターのね部分を、抜いておきます。でちょっとねこちらこっちな配線あ配線で、ね、排気排気じゃない圧かかっちゃうやつをねちょっと抜いてみます。音が鳴ればいいけど、はい、プシューってね今音は鳴りましたんでね、これで圧抜き、まあ本当はこれ外しちゃってもいいです。また飛ばすんならね、はい、ブザーがない。はい、こういうことでね、とりあえず、充電しておきます。はい、とりあえず以上です。